女の子の体重は安直に詮索することではないわよ <laughs> あらもっと触ってもいいのよでもあとはどうなるか知らないからね <laughs> あらマッサージしてくれるのそんなに表情を固くして。 こっちをジロジロ見てはいけないわ、指揮官。あら、マッサージしてくれるの最近は、ちょっと肩が凝ってるのよね。もうダメお姉さんもう我慢できないのねえ、指揮官お姉さんのものになりなさいもうお姉さんの言葉だけを聞いて何も考えなくてもいいの お姉さん、何でもしてあげるから女の子の体重は安直に詮索することではないわようふふ 指揮官、暑かったらお姉さんの日傘に入ってちょうだい。指揮官、私がビーチバレーする姿を見たい指揮官、暑かったらお姉さんの日傘に入ってちょうだい。 あらあら太陽は一つしかないけど指揮官の手には二つあるわね木刀にサングラス孝雄ちゃん本当にバカンスに来たの